こそこそ聞かなくたっていいわよ。別に取り上げたりなんかしないから。父さんに返さなくてもいいの？子供はそんなことに気を使わないねえ。それよりさ、食器とか料理道具とかどこ入れたっけ？パンでいいよ、張り切って頑張らなくても。何言ってんの、今日からは新規一転。お母さん夜の仕事じゃなくなったんだからさ、ちゃんと朝ごはんも晩ごはんも作ることに決めたの。お給料安いけどさ、冷凍物もなしだからね。うん、おはよう。慣れない気するから、梨紗子も驚いてるじゃん。な、過ぎるかな。一人で大丈夫よね。お母さんも今日が初日だからさ。緊張しすぎてテンパんないでよ。梨紗子のお迎えもお願いね。保育園には言ってあるから。分かってるって。じゃあ行ってきます。はい、行ってらっしゃい。気をつけてね。行ってらっしゃい。田中、今頃だぜ。今頃だぜ。はい、みんな静かにして。田中健一です、よろしくお願いします。お願いします。田中くんは東京から転校してきました。みんな仲良くしてあげてね。好きな人のタイプは？ほら、田中くんの席は。よろしく。じゃあ1時間目の授業を始めます。教科書の70ページを開いてください。鈴木さん、田中くんに教科書見せてあげて。はい。どう？いっちゃ、いぶき、一行目から読みなさい。いい、やだ。読みなさい。はい。二人は玄関に立ちました。玄関は白い瀬戸の綿花が組んで実に立派なものです。そしてガラスの開き戸が、開き戸がよーい。どけ、変われよ。はい、次。転校生だからって容赦しねえかんな。彼が。おめえには絶対負けねえかも。ユウ負けんな。頑張れ。よーい。戻って。
1列でしょ。はい、1について。よーい。なんてガキの遊びじゃなくて、男と男の決着好きだぜ。いいよ、俺の負けで。おい、おめえんとこ母ちゃんしかいねえんだってな。はあ、父ちゃん待ってたら貸してくれよ。おめえってかわいそうなやつだよな。ついたら負け。今のうちに謝るんなら許しちゃってもいいぞ。落ちて死んでも知らねえからな。早く立てよ。ビビってねえ。早く立てよ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 。おっさん立てよ。いいんだろ。何をしてんねん。立ってよ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 。
行け。おお。梨紗子の将来が不安だな。忘れ物。ありがとう。太陽の当たる場所。A place in the sun。 1966年にスティービー・ワンダーがモータウンからリリース。詳しいね。あの歌、私も好きだから。
に浮かぶ街を見下ろし、この人生がどこへ俺を導くのか尋ねてみる。手に入れた形あるもの、やがて失うのに、人はそれを夢と名付け、迷いの中さまよ。けど今でも信じている心の全てを奪い去るような本当の愛、悲しみ果てしなく風は
つく砂漠で。新しいアルバム、それのミックス編集のための、作業でスタジオにいます。Hardcore Band.
しいバンドと素晴らしい演奏だったね。楽しかった。お世話は素晴らしかったです。今日はということで、バレンタインデーの次の日、小島くんと長田くんと3人で19のままさのリメイクを、長田くんが今ギターダビングやってます。プロでも必要に応じてカポタストはつけます。最高のリズムセクション、ソロになって30年記念のベストアルバムを作ろうかなと。ボリューム1とボリューム2に分けて全部で28曲選んだんだけれども、ただただ昔のテイクを出すんではなくて、リミックスしたりリメイクしたりリマスタリングしたり、まあ、いい音でみんなに聴いてもらおうと。で今日はねリメイクやってます。もう2曲終わって今プレイバックを聴いてるとこです。撮影の仕事をしてるんですけど、頭の中は秋のコンサートツアーの構成というか、まず選曲ですね。そんなことを考えてます。そこからもう一度やり直せたらどんな人生送るだろう。今よりも若く強い体学んだ知恵生かして曲がりくねた。浜田本人がメイキングを撮ってます。今回は今日は撮影の初日です。空港のシーンを撮ってます。だんだん娘のような気分になってきました。彼女だって私の娘ぐらいの年ですもん。よっしゃ、自分の孫ですか。駆け上がってく若すぎて思いやりもなく傷つけ別れた人。俺たちは家路のための映像を撮るために、俺たちは撮るために来て邪魔になってます。モーテルの前の撮影をやってます。今日が撮影の最後の日で、この車が邪魔してます。そういうことですよね。出会うこともなくて愛されないのなら悲劇さ。好きな人のタイプは？ほら、母親役の小泉京子さんです。よろしくお願いします。それから梨紗子役の岩田しゆいちゃんです。よろしくお願いします。はい、今日は男の子で次の春にはOh, 車を車庫から出して
皆さんもベテランでいらっしゃるし、ずっと長いツアー去年もやりましたので、信頼して、このツアーやっていきたいと思います。最後までどうかよろしくお願いします。
木原さんが転校することになりました。残念なことなんやけど、
急なことで木原さんも学校に来られません。しょうがないよね。はい、じゃあ出席取るね。赤池さん、石波くん、梅本くん。僕はもう一度木原に会いたい。それが僕の夢だった。そして数年後その夢は叶うことになる。Food.